鳴り響く重低音、30分一本勝負でございます。この者の本性を示すかのようです。あまりに強大な異物として、このノアマットに初登場は9月の大阪、そして今日11月の両国へ、藤田和幸。その大阪では新鋭のパワーファイター稲村良樹を224秒で粉砕、怪物野獣はいついかなる時、誰を相手としても不変の戦慄を巻き起こします。おそらく今日もこの両国でプロレスリングノアで藤田和幸、さあ対する強者、大いなる一戦となります。リング上の藤田とは先月10月の後楽園ホール2度タッグで対戦、屈辱的スリーパーホールドで対戦もありました。しかしそれでむしろ覚悟は決まったようです。谷口周平、いやー見据えています。ほとんど瞬きもしません。腹をくくったというのなら、未完の大器として久しかった男、実力は十分分かっていた男、完全な覚醒はリング上の野獣、禁断の獲物を食らい尽くしてこそ、もう無視はさせません。ところが視界には入らんとばかりに藤田が仕草を見せました。1対1の戦いです。ここからいよいよ始まります。すごい目をしています。藤田も谷口も。さあ放送席解説は佐久間和彦さん、そしてオフィシャルコメンテーターおなじみの第6代 GHC ヘビー級チャンピオン小橋健太さんです。お二方よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあまず小橋さん、はい、常々谷口には期待をしているという言葉、はい、聞かれています。今日今お気持ちいかがですか。今回ですね、この試合は僕解説に入る予定なかったんです。はそれでね、ぜひ来たいと、この試合を解説したいと希望してここに入れてもらいました。そうでしたか、はい、だからもうね、この、ね、試合をね、はい、リングサイドで見て、はい、よかったなと思えるような試合にしてほしいなと、はい、谷口には頑張ってほしいと。まあもうその1点ということになりそうですね、はい、さあ佐久間さん、はい、雰囲気ちょっとたまりませんね。そうですね、やっぱり10月にねタッグで対戦していますからね、そこでこう力量というのはお互いに分かった部分があると思うんですよね、はい、藤田としてはノアの選手を知らないというところからスタートしていて、谷口のことっていうのは確実にあの戦いで認知したと思うんですよね。逆に言うと谷口の力というのを認知したからこそ隙がなくなったという考え方もできるので、はい、その中で勝ってこそ谷口やっぱり本物だと思うんですよね。本物クラスのその底力はあると常に言われてきました谷口です。そこからこの藤田を相手にガブってくる、形を制そうとします、自分のものにしようとします。元をたどればレスリングでは国体優勝3回の谷口、藤田の方は同じくレスリング全日本選手権優勝してダメですね。レフリーの方見ちゃダメです、ね、相手だけ見てていいですね。相手だけ見てた方がいいです、ね、うん、攻撃は張り手、足から腰から崩れました藤田です。いや先手で行った方がいいですよね。まあそれですね、うん、小橋さんこれでいいですか。そうですね、今ショートっぽく入りましたね、思い切り硬い部分、はい、硬い部分入りましたね、はい、今。さあそしてパッドキック、サッカーボール状態で、佐久間さん、はい、後楽園でもこれありましたね。そうですね、まあ、ここからなんですよね。藤田が試合後のコメントで仕留めなきゃダメだっていう言い方をしていたんですけど、やっぱりチャンス今行きましたね。これでいいですね、
チャンスと見たらやっぱ一気に仕留めに行く、もう本当にね1分2分で試合が終わってもいいぐらいの戦い方をしたいですよね。ありますね。ここで投げたらそういうことだ。あー小橋さん、積極的ですね。一番硬いところ、はい、積極的ですよ。とにかく一足二足谷口が違います。そして両国に巻き起こる谷口コール、頭をこれで燃えてくるんじゃないですか。さらに谷口コールで谷口が、はい、谷口がさらに燃えたい、燃えてくると思いますよ。佐久間さんお話ありました、はい、もう一気化成で構わない時間、うん、そうですね、関係ない、はい、ということですね。まあ、このまま攻めるのか、もうそのまま場外 KO でリングアウトを狙うのか、もう中に入って、はい、ということもあるんです。今もう上げに行きますね谷口。これどうして完全にその藤田の言葉ではありませんが、ね、うん、仕留めに行くということですよね。ってことですね。あの辛辣な言葉、2倍にも3倍にも返してやろうというのが谷口の腹積もり。さらに胸板にストンピングを加えていく。場外カウントが始まっています。さらにまだあるか、まだ場外に攻めますね。ああ、接中攻撃、なるほど。これ抱え起こしたのもこういうことだったわけですね谷口。いや、しかしその10月の後楽園ホールでスリーパーホールドの前には佐久間さん、逆に藤田からのパントキックもお返しで3発あったんですよね、はい、そうですね。やっぱ藤田もそれだけこうね、苦しい戦いだったからこその厳しい攻撃だと思いますよね、はい、今チャンスですよ、行かないと。まだ蹴りたい、行かないと、行かないと。今行った、いやー、かわしたギリギリのところ、ラリアット、ヘッドバット捉えて一本足ずつきで返していく。さらに膝、この胸のヘッドバットっていうのは前哨戦でもね、今さっき読まれてたところも今ありましたね。ああ、出血している、そのまま胸の膝、うん、小橋さん、野獣が一気にまた巻き返してきましたね。今ヘッドバットを止めたように見えましたけど、ああ、そしてスリーパーホールド、あータッグマッチではこれでやられてしまいました。あー、さらなる痛手を負っているのか谷口。5分経過、コーナーにぶつけていきますが、藤田の太い腕前に投げていく。いや、顔面真っ赤に染めて後方からサッカーボールキック。小橋さん、谷口全く死んじゃいませんね。そうですね、まだここから、国会教師ですね、行かないとダメです。そうですね、肘も打ち合い、下のエルボーも重たいですね。重たい、重たい、うわー、うわー、顎にまともに、うわ、骨と骨、ちゃんと行け。でも谷口が吠える、食らっても返す、返す、あー、よかったな。今度は藤田の胸を真っ赤に染めていく谷口、ダブルでハンマー。それでもまだ倒れない強大な藤田にラリアット。小橋さん入りました、いいですね、今のところいいですよ。あとはこの先、はい、何が出せるかですね。トップロープ、この巨体を最上段から、今ハープレスに乗せる、いけいけ、すぐ大チャンスはあの藤田和幸相手です。この両目でもう一回、マイバーハプレスでも2発でもダメ、タフですね。やっぱ藤田返してきますね、うん、ただもう攻め続けるしかないですよね、藤田は攻撃力が非常にある選手なので、やっぱ受けに回ってしまうと危険ですからね。一発でとなるとこれ、ワイバーンキャッチはならず、そのままサイドへ、それでも立ち上がる、死の淵からでも何度でも起き上がってくるというのが今日の谷口。さあ、で張り手、これも、うん、おー、久保さん、これも焦点気味ですか。うん、そうですね、顎ちょっとグラッときてますね、足に効いてますね、うん、今足、腰、そして全身を破壊する。パワーボムは、え、ちょっと行くぞ、顔面に行くぞ、顔面だ、パワー
してるんですけど、かなり思い切り蹴られてますからね。そのガードごと壊して、もう一度スリーパーホールド。指導がプロレスリングノアの谷口周平の希望が、ここでついえてしまった。終わった。激勝は野獣藤田和幸、谷口周平ゴーチン。そして野生の方向がこの国技館に鳴り響いています。小橋さん、まず率直な感想を伺いたいと思います。やっぱり藤田強しということですけども、谷口も最初なんか良かったですよね。その試合にかける気持ちが見えました。確かな攻めありましたね。見えました。これあとにどう続けていくか、どうつなげていくかということが考えてほしいですね。佐久間さん、はい、あまりにも激しい戦いでしたね。そうですね、非常に素晴らしい戦いだったと思います。藤田がやっぱり強かったですね、はい、いやー、なんとも高い牙城。そして戦慄の一戦となりました。谷口前線でも打ち気で上がれた。明日以降はどうなる。殺伐とした試合になりましたが、どうでしたか、試合に向かって。ぶっ殺してやるよ、お前。沈めに来てんだよ、お前。泥船沈めに来てんだよ、お前。なあ、お前、騙すように言ってんじゃねえよ、お前。本当に沈めてやっからな、お前。なあ、ぶっ殺してやるよ、お前、本当。谷口の名前はインプットされましたか。誰。谷口の名前はインプットされました。谷口っていうのか。はい。お、分かった。今分かった。お前、大阪次鈴木行くからよ。あ、鈴木行くから。なあ、もうノア潰しに行くから。ノア潰すじゃねえよ、沈めに行くから。沈めるから、海の底まで沈めてやるから。なあ、なあ、泥船は泥なんだよ、お前。土に帰れ、土に帰れ、お前ら。以上だ。